こんにちは横山です、えー。今回は何人かの方から質問いただきました柿絹について紹介してみたいと思います。えー、皆さん柿絹がどんな釣りかは大体は理解されているという前提でですね、えー、知ってるけどやったことないという方向けに、えー、実際に釣りをするにあたっての準備やコツや、えー、具体的な部分に絞ってお伝えしてみようと思います。えー、まず必要な道具ですけども、えー、手袋ですねあのー、これは釣り用のものでもゴム手袋でもあの軍手でも何でも結構です。 とにかく柿は素手で触らないようにしてくださいあの怪我することがありますよというんじゃなくてですね100%怪我しますあの気がつくとカミソリでやったみたいにこうスパッとやられててということになりますんで、ね、あので柿をいじらなきゃいけないときは面倒くさくても絶対に手袋をするようにしてくださいそれから貝ナイフですねあの、まあ これでもいいですけども、これよりもっと歯が細い方がですね。剥きやすいらしいですけどね。これでも不自由なことはありません。あのまあ、どんなんでも結構です。牡蠣を剥くためのナイフが必要ということですね。それから、牡蠣型、あの柿の殻が割れるものやったら何でも結構です。あの金槌でも流用はできます。まあ,あのこのナタの形状が一番使いやすいと思いますけどね、えー、これはある程度大きさそれから重さがあるやつの方が使いやすいと思います。 それからあとスコップですねあのこれは柿クラッシュを巻くのに使いますこうざっとです、ね、あの折り重なった殻と殻の間にこの先端をあの入れて使わないといけませんので、まあ、金属製ででで、えー、釣り花なんですけどもあの柿を用意してくれる渡船店でしか遊べませんのでやれる場所というのは限られてきます私は三重県でしかやったことないですが例えば私がお世話になったところを紹介しておくと鳥羽の山へ渡船 内瀬釣りセンターの下津浦から阿乗り釣りセンターあと宇方の西尾都選的屋の有岡都線などですね、えー、県内にも他にやらしてもらうところあると思いますしあとは広島ですとか北陸ですとかあの各地に釣り場はあると思いますで、えー、都線店によってですね用意してくれる柿の状態が異なるんですね、えー、山江さん、阿乗りの天白さん内瀬釣りセンターさんなんかでは差し栄用とは別に巻き栄養のクラッシュを頼めば準備してくれます で対して、有岡さんや西尾さんは、殻付きの鍵しかありませんのでね。あのクラッシュを巻くんであれば、自分で潰して準備しないといけないということですね。ですから、出かける場所によってですね。準備の仕方とか、それから釣り方がちょっと変わってくる、ということになりますで。どちらに出かける時もですね。事前に電話で予約していかれてください。特にあのクラッシュを頼めるところは、ですね。数日前にあの電話予約が必要になると思います。 えー、柿の価格はですねだいたいどこでもあの1カゴで、まあ、20個から30個ぐらい入っていると思いますけどもカゴ円ぐらいですね、えー、ちなみに私の場合例えば有岡さんでやるんであれば1日、まあ、4カゴないし使っても5カゴぐらいですから、まあ、45,000円ということですねあの柿を巻くというとえらい贅沢な釣りに思いますけども実は団子と比べてもあんまり変わらないかかえって安いぐらいなんですねで、えー、釣り方ですけども 柿の釣りというのは縦の釣りなんですね。えー、どういうことかと言いますとね団子の釣りは足元のポイントに蒔絵をためてそこに魚をおびき寄せて足止めしてとこういうイメージですよね。からポイントという言い方をあのする通りこり点の釣りなんですよね。 えー、ところが縦の釣りではです、ね、こう上から下まで蒔、えー、絵や挿絵が落ちていくこの一筋の奇跡をを見せせて魚を寄せるというイメージですね、まあ、の団子でもですね中曽やしもしもで釣りますし鍵で,でもそこにたまったこの餌によって魚が入ってくるんですけどね蒔絵の巻き方ですとか手返しのテンポあの食わせ方というのを考えていく時にです、ね、この縦の釣りだというイメージを持っておくといわれると間違いにくいということです。 カキちぬはですね、団子釣りに比べると釣り自体がシンプルです、えー、巻き絵を巻いて差し絵を落とし込むだけですからねあの簡単なんですけども、知っておくべきコツというのが二つありますまず一つ目は、巻き絵が先、差し絵が後ということですね、えー、巻き絵を巻いて、で、すぐに差し絵を投入するんではなくてですね水中を落ちていく巻き絵が見えなくなるまで、まあ、水紙の半分とか水紙の三分の二とかまで沈むのを待ってから 刺し絵を投入してください、えー、柿柄の破片とかですね身の欠片というのは沈下速度が遅いんですねで刺し絵の方があの早く沈むと思いますので、えー、中層で刺し絵が巻絵を追い越さないようにあの巻絵差が先に全部着底して一番最後に刺し絵さが落ちてくるというように、えー、イメージをしてやることが大事ですあのそうなるようにですねタイミングを調整してやられてください、えー、それから2つ目のコツはですね誘い倒すということですね 1>, えー、1分ほど待って当たりがなかったらこう少し持ち上げてまた落としてみて誘い続けるということですね。あのー、これ余談ですけど殻のついた柿は重いですからねあの針は大きいやつを使ってください。小さい針だと、あのー、重さに負けて右切れしてしまってあの柿が持ち上げられないと思います。チョン掛けした時に身を貫通して針の懐に柿をぶら下げられるぐらいの針がおすすめでです、えー、ぬ針なななら6号以上大大きいぬ針がなければ伊勢山針なんかでも大丈夫です。 えー、当たりが多いのは投入した後の着底前後それから誘い上げて落とした後の着底前後です、えー、そこにじっと置いて待てて当たるということは少ないですね縦、えー、の釣りにおいてはそこに落ちてしばらく経った餌餌はもう死に餌と決めつれあのー、まき、あ、餌が先刺し餌が後というのもそれから誘い倒すというのもですねどっちのコツもこれ魚は一番目立つ餌を食うというイメージに基づいているんですね。 あの団子釣りであればマキエと刺し絵は同調させたいと思うところですし、それから着底後はチヌが入ってくるまでこうじっと目立たない待ち伏せする釣り方というのが今は主流なんですよね。でこの辺りが縦の釣りになるとまああのイメージが変わってくるということですね。で実際の手返しとしてはですねマキさを巻いてしばらく待ってから刺し餌を投入してで着底して一分ほど待って当たりがなければ 持ち上げて、て、落としてまた1分待つ。でこの数回誘いを繰り返して当たりがなければ回収するとこういうことですね。で差し絵の差し方はですねいろいろあるんですけども殻つきむき身。 ナタで穴を開ける、片割りなどですね、えー。状況次第で使い分ける必要が出てくるんですけども、覚えておくといいのは、沈む速度がそれぞれちょっと違うということですね。殻、え、付、ー、きは空の重さの分早く沈みそうですけども、実は水の抵抗が大きいんで、意外とゆっくり沈んでいきます。で、一番沈下速度が早いのは、ですね、実はむき身に大きい重りなんですね。 あの中曽の絵悟りを突破するときなんかですねこれが一番早いと思います、えー、潮流の有無それから悟りの有無状況によってですねこれ使い分けていくということですね、えー、流れの速い釣り場は例えば三重県でいうと戸場の山江さんそれから有岡さんでもポイントによっては川みたいに流れるポイントがあります、えー、流れが速いところでやるときのコツはですね巻絵を巻くときに流れを読んで潮紙に巻くということですね それこそもう5メートル十メートル向こうに巻き絵をあの巻くということになりますそれで、えー、釣り座の直下に巻き、ね、絵を効かせるようにしてでここを起点に下に向かって探っていくようにするということですねあの流れのあるところで誘いを繰り返しますとノコギリの葉状に落ちていくときにこう斜めに下へ落ちますので、えー、差し絵をまあこう送り込んでいく格好になるわけですねで、えー、もう一つの状況 あの餌取りが多い釣り場ということですけれども、これが厄介ですね。マトヤ湾の浅場でよくあるパターンですけれども、カキ稚ぬやる時期というのはちょっと小さい草フグが湧き倒しているということがあるんですね。カ、え、キ、ー、をもうこういう時は水面に落とすとですね、もうその時点で2、3匹あのフグが海中から迎えに来るような状況が1日中続いたりします。 船頭さんや常連、ね、の方に言いますと潮の変わり目なんかで服が緩くなるタイミングで釣れるよということなんですけども私自身はそんなんで釣れたことってないですねあのタイミングよく釣れればですねそれに越したことはないんですけども、まあ、そうでないんであれば無理やり挿絵をなんとか工夫して、えー、餌取りから守るしかないということですでナタを使って殻に小さい穴を開けてやるか であの去年私釣った時はですねもうそんなんしても全然草笛にこう歯が立たなかったもんですからもうナイフでちょっとだけ殻をこじ開けて貝柱を断ち切らないように隙間だけ開けてですねで指が入らないですからプライヤーで針を差し込んで身にかけてでここ柿の両替みたいにして釣ったということがありました、えー、フグはかじる食べ方する魚ですからね隙間からは前歯が入らなければ食べられないで散るならこの隙間に口をつけてそこから身を吸い出すやろうという発想ですね でところがそんなんしてもですね毎回当たりは出ますしちゃんと餌は取られるんですよねどうやって取ってんのやろうって不思議に思ってたんですけども一回カキ殻が針に引っかかって上がってきた時から殻の中見たら4センチぐらいの古グが中に入ってましたですねでチヌが釣れた時の当たりもですねもうフグと同じもうチ,チチチチチチってちっちゃい当たりがずっと続いてですねであまり静かに続くんで合わせたらチヌやったんですけどもその当たりの前後もフグは変わらずうるさいままだったですね。 とまあですね、釣り方がシンプルなだけにですねあらゆる状況に対応できるかというとやれれるることととは団子釣り比べると相当限られてきますあの今話したように餌取りがきつすぎる状況ですとかそれから逆に魚が全然いない時なんかですねあのもうやれることないという状態にすぐ陥ってしまうんですね。で、えー、まあ今日はかき散るだからというふうに割り切るのもありだと思いますけどもせっかく出かけてきたんだから。 強化が欲しいという方にはですね、えー、おすすめするのは、えー、団子を併用するということですね、えー。何でもいいから1袋団子を持っていてですね、えー、状況次第で使えるようにしておきます、えー。団子が1袋あるだけで選択肢の幅が全然変わってきますんでね、あの激やらとか練り絵とかそれに加えて刺しエもちょっと持っておけばですね、な、え、お、ー、のこと強いということです。 でえー、それとは逆にですね私は有岡さんや西尾さんに出かけると一日団子でやるという日でも出世時に思いつきで一籠だけ柿をもらっててですねで朝一あのモーニングだけ柿絹をやるという遊び方もよくやります。あのちょっと柿絹試しにやってみたいという方にはですねこのやり方が一番おすすめか分かりませんね。 最後に当たりと取り込みについて説明します。当たりはですね、結論から言うと他の餌と同じ感覚でいいと思います。あの当たりの出方っていうのは餌の種類よりもですね、その時の状況による部分が大きいと思いますのでね。まああのどちらかといえばですね、大きい餌で、それからまあ柔らかい餌で、えー、仕掛けをこう張り気味に待つことが多いとかですね、あのまあ他の餌とはちょっと違うところもあのなくはないんですけども。 あのまあ、当たりの出方としてはですね向こう合わせであの穂先がギュッと水面に突っ込んでいくということもありますしちょん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 小さい当たりがしつこく続くということもあのどっちもあります。まあ、私の経験ではですね小さい当たりの方があの多いと思いますけどね、まあ、どちらにしてもあの大きい小さいにかかわらずですねあの少しでも穂先を抑えたと思ったところで合わせていただくのがいいんじゃないかなと思います。で えー、かけてみるまではですね前辺りだけ見れてもチヌかフグかなんてわかりませんのでね、あのーまあ、全部かけていくつもりでやっていただくといいと思いますそれから取り込みはですねあのこれも状況次第ですけどもかき、えー、いかだの近くでやるときはですねあの私なら迷わず3号のハリスを使いますで3号でもですねつるしてあるかきに触れたら一瞬で切れるんですけどねあのそうならないように強引、えー、に止めたり引き戻したりしなきゃいけないということになりますんで えー、まあ太い仕掛けでやられた方が、えー、いいと思いますね。あの当レのハリスで言えばあのこのチヌイカダ掛り三というのがですねこれがあのねずれにも強くそれからねじれにも強いとなりますので、えー、おすすめじゃないかなと思います。はい、えー、以上ですかね。えー、まあ何度もあの言うようですけども団子釣りと比べるとシンプルな釣りですのでねあのあまり難しいことは考えずにですねシンプルなりに楽しむのがいいんじゃないかなというふうに思います。 あのちなみにマルガイとか以外を使った釣りもですね、あ,のあれも縦の釣りです。カキ釣りを覚えていただくと、あのそちらの方の釣りにもですね、えー、たくさん利用できることが出てくるんじゃないかなと思います。はい、カ、え、キ、ー、チヌについて紹介しました。あのー、ビデオのリリースがちょっと遅くなっちゃいましたけども、3月いっぱいは楽しめますし、で4月になってもですね、あの都千代さんそれぞれカキがなくなるまではやらしてくれると思います。 是非ですね柿の絹を狙ってです、ね、春のイカダに出かけてみてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。